こんにちは、キナニックスさんの動画を拝見しました。速稼塾の久保でございます。今回はですね、緊急小口資金といって10万円から20万円、今では最大80万かな、あの社会福祉協議会に行くと、まあ、貸してくれるよっていう風な制度があるんですよね。場合によってはこれ免責になる可能性もあるんで、すごくね、今ね借りやすいということで、多くの方が社会福祉協議会に、まあ、伺ってるわけなんですけども、キナニックスさんがね、今回そちらの方をちょっと試していただいて、でね、まあ、実際はねダメだったんですけども、なんでダメだったのかっていうところがすごくキーポイントなんですよ。どうやったらうまくいくかって、成功法則ももちろんね大事なんですけども、どうやったらうまくいかないのかってことも知ることによって、成功の可能性を高めることができます。まあ、そういうふうなね、例の一つになってますんで、今回ご覧いただきたいと思うんですけども、キナニックスさんね、これ動画説明欄いいですね。ちゃんとね、商品の案内もしてるということなんで、こちら問い合わせ来るんじゃないですかね。まあ、いっぱい動画を出していきましょう。それでは皆さん、ご覧ください。動画概要欄にキナニックスさんの動画撮っておきます。